ベル214ベル214バイトビッグリフターベル214は UH-1 ヒューイシリーズの発展型の単発汎用ヘリコプター。総発、大型化したベル 214ST も開発されている。ベル214はベル 205UH-1 のエンジン強化型ヒューイプラスとして1970年に発表された。 エンジンは同じくライカミング T53 ターボシャフトエンジンであるが、1 9 0 0馬力まで強化され、トランスミッションも改良、ローターブレードも拡大されている。原型機は1970年に初飛行している。初期型のベル 214A は、原型機よりもさらにエンジンを強化し、ライカミング LTG4 バイトから 8D を搭載した。 1974年3月13日に初飛行している。ベル 214A はイラン軍向けのものであり、高知、高温性能を評価されて、1972年に287機を受注、1975年に引き渡された。39機のベル 214C が1977年から1978年に引き渡されている。 さらに50機の追加生産と350機のベル 214ST の生産は、イラン国内でも一部組み立てが行われる予定であった。しかし、296機のベル 214A と39機のベル 214C を引き渡したところで、イラン革命により、イラン向けの生産は中止された。ベル社はこの他にも、民間型を開発している。 民間型のベル214バイトはエンジンを T5508 リターボシャフトへエンジンに換装している。最大出力は2950軸馬力にもなるが、トランスミッション容量の関係もあり、離着陸時2050軸馬力、通常時1850軸馬力に落として使用する。1976年に FAA の形式証明を取得している。 ベル214バイトは1981年まで生産された。ベル214ヒューイプラス原型機。1970年初飛行。ライカミング T53L-702 エンジン、搭載。ベル 214A、CS ファハーンイラン軍向け機体。ベル 214A は陸軍向け。296機製造。ベル 214C は、 空軍の SAR 任務向け、ホイストなどを装備、39機製造、ベル214バイトビッグリフター民間向け、70機製造、ベル214バイトから1機内搭載燃料を最大12,500ポンドに制限した方、ベル214バイトの1,600ポンドよりも制限、されているが、機外搭載重量は変わらず、 より釣り下げ輸送に適したものとなっている。数時間の作業でベル214バイトとベル214バイトから1は相互に変更することができる。詳細は UH-1 に関連する作品の一覧を 参照 http www.bellcustomer.com スラッシュファイルススラッシュストレージスラッシュ TV%202140495 pdf コンバージョンオブモデル214バイト2モデル214バイトから 1OR モデル214バイトから1 2モデル214バイト,バイトありがとうございます